高等専門学校、商船高等専門学校国立高等専門学校機構、商船高等専門学校商船高等専門学校は、主に商船に関する学科を置いている高等専門学校のことである。略語として、商船高専も使われる。戦前は、外交船舶職員は、実業学校である公立の商船学校で、養成されたが、 1939年に現在に続く5つの学校を含む7つの公立商船学校が国に移管後、1943年運輸通信省を経て運輸省所管の管理商船学校になった。1951年に運輸省所管から文部省に移管され、国立の職業高等学校として国立商船高等学校がご校置かれた。 国立初戦高校は、本科3年プラス専攻科2年の経営5年間の教育として、戦前の高等商船学校から転換した商船大学とともに、外交船舶職員の養成が1971年の並行まで実施されていた。一方、高度な知識と技術を身につけた優秀な外交船舶職員の養成を図るため、 海運会からの要望や運輸省会議審議会からの建議商船高等学校を高等専門学校に昇格して教育内容等も充実を図るべきであるを踏まえ、1967年度にそれまでの工業に加えて高等専門学校にも商船に関する学科が設置できるよう学校教育法が改正された。これにより、 国立学校設置法も改正され、商船教育を充実発展させるために、国立商船高等学校が昇格し、富山商船、羽商船、広島商船、大島商船、湯気商船の5校の商船高等専門学校が1967年に設置され、商船高等学校は募集を停止した。高等学校の修年限は5年とされているが、 商船に関する学科については5年6ヶ月とされている。商船高等専門学校は日本全国に現在5校あり西からである。商船高等専門学校には長らく商船に関する学科しか置かれていなかったが昨今の海運業界の環境の変化に伴い定員の一部を振り返って工業、情報等飛商船系の学科を設置するようになり、 富山高専伊水キャンパスには経済学系の学科も設置されている。これら非商仙系の学科では公開実習が課せられていないため、修行年限は工業高専と同様に5年である。ありがとうございます。